はい、今のチェイスよろしくお願いします。スケットダンスやっていきましょう。今日で第1部最終回でございます。難易度はいつも通りやっていきましょう。まあ第1部な、設定が失敗してたもんな。まあ第2部からね、成長ありとかでやっていきます。コメント読んでいきます。バッカスはお酒の神様の名前ですもんね。そうなんだね、お酒の神様なんてのがいて、その名前がバッカスなんですね。で結構いろいろコメントいただいたんですけども、まあ大体やっぱお酒関連の、コメントが多かったですね。バッカスに関してはありがとうございます。第2部の初手でオコエ選手獲得してほしい。この初手っていうのが面白いよね。まあ取らないと思うけど初手ってのがいいよね。田畑キャプテンだけ成長ありでも成長してほしくない。わかる。マノッチって右から見たら100点、左から見ても100点、前から見たら30点だよね。俺ね、後ろから見た時多分120点だよ。俺マジ後頭部だけなんかしないけど自信あるから。実写チャンネルの更新頻度上げれないんですか。いやー難しいなー、最近ちょっとね仕事が忙しくて申し訳ない。あ、今日アップされると思います。第2部は助っ人日本人枠慎重ですか。ことごとく外してやろうかなと思ってます。田畑キャプテン以外はもう消えてくんじゃないかなと思います。マノチさん、主にペナント編をやってきて何か気になるデータ、この選手との相性成績どうなんだろうなどあれば教えてほしいです。どうせめんどくさがって調べないでしょうから、その気になることについて調べます。あのね、このコメント見てからいろいろ考えたんですけども、どうせならめんどくさいことをお願いしようかなと思いまして、いろいろなパワープロ、まあ、2016ぐらいからやってるのかな、俺もうちょい前からやってるか。で何回も行ってこいをしてるわけじゃない、一発勝負で。その一発勝負の成功率をそのシリーズごとに調べてほしいんですね。2016、2017、2018、2019みたいな感じで、そのシリーズごと、シーズンごとっていうのかにちょっと調べてもらいたいな、いただきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ打者だったらもう犠牲フライとかももう失敗の扱いで OK です。もうヒットでもう丸で、守備だったら、まあ、外野フライとかもダメ、もう三振とかもシンプルにアウトで OK という感じで、まあ、成功失敗の、確率を、成功率を調べていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よし、ではやっていきましょうか。今日最終回ですね、頑張りましょう。最終回か、誰行く。あ、マルケスだな。一応なんかうちのエースっぽい感じになってっからマルケスで行くわ。そうですね、あ、トリュフはトリュフって名前にしておきました。うん、トリュフ、見た目もちょっと変えておきました。いや並べたいよね、どうせなら並べたいよね。3大チームは1,2,3 番いくか。うん、1,2,3 番いこうか。まずこうだな、キャビアを DH だなにして、待てよ。うわちょっと待てよ、エマーソン外すことになるのか。ごめん間違えた、トリフだった。トリフファーストだった。ファースト、うん、オッケー、これでオッケーだな、いけるな、いけるな。キャビア、トリフ、フォアグラ、どの順番でみんな言う、三大チームって。やっぱまあキャビアが最初に来る気がするんだよな。難しいな。いやまあこれでいいわ。でベイントンでしょ、ハッチ9番だな。まあまあまあこんな感じでいきましょうか。よし頑張りましょう。ちょっと飲み物飲ませてください。頑張ろう。今ね、朝のね4時なんですけど、今日2時頃から起きます。めっちゃ眠たいやん。イーグルスの先発は右の則本、カニザレスの先発は幻のエース、頑張ろうぜマルケス。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の則本、
これが16試合目の登板。防御率的にはあれですね、うちのピッチャーと同等ぐらいじゃないですか。まずは1回の表、バッター世界を知るトリオクリフォン、頑張ろう。第9球プレイボール、初球流し打ち、一塁へ送る、あーっと送球それた、あー惜しいな、クリフォードいい当たりでしたが、勝ちてーなー、これでワンアウト、ランナーはありません。第5球投げました、外角どんまい、空振り三振、バッターは世界を知るトリオキャンピオン。第9球投げた、初球を打ちました、いやーあれですね、この三大チームトリオ活躍してほしいですね。なんか三大チームで1点は取りたいね。カニザレス、マウンド上は幻のエースマルケス、これが13試合目の登板、まずは立ち上がりに注目しましょう。頑張れよ、一応エース。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターはモギ、まああまりね存在感がないんですけども、一応は、第1部のエースうまくさばいていますですね、マルケス。これでワンアウト、ランナーはありません俺の中では。バントの名手藤田投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、いやーしょうがない、どまい、いやー外野の守備見れるようになったな、本当にな、全然違うな。先制のピンチを迎えます。第3球いいよ、空振り三振、マルケス見事なピッチングです。使っちゃいますか。さあここで監督は勝負に出ました。トライ。第4球を投げた、チェンジアップ、いやそのチェンジアップすごいね。2者連続三振でピンチをしのぎます。マルケス完封ぐらいの完封、完投だな、完投目指そうぜ。2回の表、カニザレス攻撃に入ります。バッターは男エマーソン、投げた、高めボール球打った、完投無理だな、何をどうしたって多分俺黒フツ出すもん、好きなんだよ。バッターは恐怖のバックスクリーン男メイント。第5球投げた、ジャストミート、ナバッチ、クリーンヒット、メイント、二塁も狙う、チャンスは作りましたよ。いいバッティングを見せました。1点取りたいな。先制のチャンスを迎えます。投球はこれから3球目、打ちました、二塁ランナー、いやまあ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 、進塁進塁進塁、グンドリいい当たりでしたがセカンドゴロ、さあ可愛い顔、なおもチャンスが続きます。フルスイングでしょう。投球これから5球目、打ちました、可愛い、これは守備範囲内、アウト、3アウト、チェンジ。先ほどのプレー、三塁に、二回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッター、頼れるつけ、見逃し、試合が終わったら、バーって飛ばして、何でしたっけ、あれ見ましょう。打った。年間表彰式見ましょう。それで終わりましょう。これで2アウト、ランナーありません。バッター、ワシのスイッチヒッター、田中。投げました。初球打って出た、ピッチャー返し、二遊間、ライナー破っていった。まあまあまあ、どんまいどんまい、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。打ちました。掴んでこれでスリーアウトになります。一塁ランナー。一点欲しいな。さあ、コーンウェル。先頭バッターは。全然目立ってねえけどな、今回取ったはいいけど。第9。投げました。初球から。いいよ、コーンウェル。コーンウェル、ナイスバッティングです。今シーズン最初のヒットとなりました。タッチ遅れないかな、いや難しいな、やめよう。投球これから5球目、素晴らしいぞタッチ、ランナー2人を置いて迎え、行こうフォアグラ、ネクストバッターサークルにはボディ、さあここで勝負に出ました、てこい。第2球外のボール、優しいなおい、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、やっぱイケメンってつかねえんだよな。さあトリュップ第2球投げました、合わせて打った、引っ張れって、ここは2回守備に阻まれました。3アウト、チェンジ、全然言うこと聞かないもん。三塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。上沢選手いいですね。イーグルスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッター、1点取りたいんだよな。引っ掛けた、ファースト左横のフライになりました。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。そういえばコメントでいただいてたんですけど、
助っ人外国人って早熟の可能性が高いらしいんですよね。なんで2年ぐらいしたら劣化が始まったりとか、まあね、第2部を何年やるか分かんないですけど、2年で劣化はきついっちゃきついですよね。うわー、うん、ナイバッチだな。いや、この1点ずっしりくるな。あのやっぱね、先制点取られたくないんだよ。東北楽天ゴールデンイーグルス対カミサレス。オルブライトよくやってんね。打点ランキング1位だったぞ。キャンピア第1打席はファールフライに倒れています。投げた、打った、キャビア入れば同点だ。野球はナイスオーブラキャビア素晴らしい。いいよキャビア、やっと輝いたな。やっぱ兄弟を待ってたわけよ、三大チーム。素晴らしい。同点の場面、いやー、まあちょっとトリフの能力が判明しないことになんとも言えないけど、 1,2,3 で使うにはちょっとなんかやりづらさを感じるかな。これは引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは恐怖のバックスクリーン男のメイン。さあここで監督は勝負に出ました。いやいや、まあ全然もう逆に使わせて勝ちでしょ、こんなの。投げた、打った、ライト前に出る、取りました、うん、これで2アウト、ランナーありません。バッター打撃の打撃グンドリ、最初のバッターボックスは内野ゴロ、打撃の打撃グンドリ君は見ていていきましょう。さあ5球は5球目、投げた、フォーク、前打撃、いや、まあすぐに追いついたな。でかい4回の裏、これからイーグルス、このイニング大事ですね。0点に行きたいですね。オーケー、空振り三振、ウィーラー全くタイミングが合いません。投げた、空振り三振、三者連続三振、ここも三振いこう。オーケー、三振、エース、ナイスピッチング、エースだよ、マジエースだよ。いや、ていうか俺ね、思うのがホーキンスすげえんじゃねえかなと思ってんね。代打の名捕手ホーキンス、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ホーキンス、いや、ホーキンスいいわ。いや、ホーキンスって守備力どんぐらいあるの。守備力が131、補給125、肩150、いいですね、悪くない。コンウェル遅れないな、打っていこう。さあここで勝負に出ました。どうした、ずいぶん一発使ってくんな。投球これから4球目、いや、まあ一発使わせたと思えば、ハッチ言うこと聞けよ。1、2塁間抜いてくれ。投げました、打ちました、引っ掛けた、ウィーラー取った、セカンドフォース、間に合わないかな。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイ、今日2回、5回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターは2000本安打好打者、今打ちました、ショート左への打球、1塁送球、オーケー。いやー、やっぱ内野手いいな。バッターは9番堀内、第1打席は内野フライに倒れています。投げました、低めボール球を打った、オーケー、一塁へ送る、アウト、堀内、いい当たりでしたが、今ちょっと企画的には結構満足はしている状況ではあるけどさ、三塁サードの選手やっぱもう一枚欲しいよね。そのまあ普通にペナントを戦っていくのであれば、同点です。試合は後半6回に入ります。バッターは世界を知るトリオ、クリフォード、今日はサードゴロとセカンドへの偏殺だ。頑張れ。投げました、初球を打ちました、やっぱトリオ3人に活躍してほしいですな。ボディ、今日は三振とファーストゴロ。投げました、流し打ち、どうだ、取りました。もう一本いくかい、キャビア。バッター世界を知るトリオ、キャンピア、投げました、初球を打った。いや、いいなんだろうな、キャビアとは付き合いが長いせいか、なんかよく感じるな今のフライすら。いやー、試合のテンポが早い。バントの名手藤田、初球から打ってった、コーンウェイボールを取る、アウト。いや、なんか若干コーンウェイの守備力が心配だな、なんかすげえ泥臭く見えるな。
バッターは3番浅村、今日3打席目打ちました。まあまあまあ、いざとなればエニス出しましょう。ランナーありません。バッターは4番ブラッシュ。あ、やばい、2三振といいところがありません。投げた、打ちました。あー、すまん、今のは俺のミス。ブラッシュ、いいバッティングを。一発使ってくる可能性はあるぞ。いや、使うか、使おう。さあ、ここで監督は勝負に出ました。さすが俺。さあ、ここで勝負に出ました。出てこい。投球、これから4球目。アウト。いや、この読みね。ボール球で仕留めました。いいよ、監督仕事してるよ。生命パーク宮城。ゲームはこれから終盤に入ります。エマーソン頑張ろう。エマーソン、今日はセカンドゴロとセカンドライナー。第9球、エマーソン、いいよ。いいよ。あ、入んないのね。いや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 、まあ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 、今全然いいよ。オッケーオッケー、これはチャンス、分かりやすくチャンスだぞ。さあ、リプレイです。バッターは5番メイント、カミザレス。一打勝ち越しの場面を迎えています。うん、フルスイングで。第2球、投げた、おっと、デッドボール。これはデッドボール。さあ、打撃の打撃。第9球、打った、初球打ち、二塁フォースアウト。あー、一気にアウト2つも増えた。ホーキンス、かわいい顔頑張って。背流し。イーグルス、ここはバントシフトを敷きます。なんでバントシフト、オッケー。なんでバントシフト引いたの今。ここで勝ち越しました、2対1。あ、別にお金払ってない。いや、まあ確かにうちお金持ってっけど、うちお金持ってっけど、今お金払ってないですよ別に。右バッターボックスはコーンで。第9球、投げた、初球打ち、どんまい、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。なんだろうな、摩訶不思議アドベンチャー。スタンドからジェット風船が、栄冠ナインとかで聞けばまだ湧くのかもしれないけど、なんだろう、プロ野球だとすっげえダサく感じんな。イーグルス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは島内。いやー、マルケス見逃し三振。マルケス、三球で仕留めてみせました。打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。踏ん張るぞ。なんとか勝ったまま9回まで行くんだよ。もう最後にやっぱ黄金の大魔神を出したい。さあ、ここで勝負に出ました。ってこい。第4球を投げた。よし、ツーアウト。ランナー一人を置いて迎えるバッターは銀次。さあ、この対決に頼んだです。第9球、投げた、初球打った、ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット。打球が転がっている。一発使ってのツーアウトまではな、一応俺の中の計算通りだったんですけど。いや、いい勝負ですね。最終回にふさわしいぞ。同点の場面、イーグルス、ダイソーを送ります。オコエ、二塁に入りました。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面。初手オコエだ。今日はここまで3打数ノーヒット。なんか名前みたいなの、初手オコエ。第2球、投げました、打ちました、取りました。いや、まあここで踏ん張れるのがね、やっぱマルケスすごいなってところだと思うんですよね。7回までが終了。いやー、しゃーないって、しゃーないって、しゃーないって。7回2失点だぞ。何も悪くねえよ、素晴らしいよ。さあ、ここは守備を変えてくる。カミザレス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。ルイデよ、夏の渡り鳥ハッチ。今日はフォアボールとサードへ打ちました。いやー、まあできればマルケスに勝ち投手の権利をね与えてあげたい。バッターは世界を知るトリオ、クリフォ。けど、まあちょっと難しいかもね。頑張ろう、フォアグラ。三大チーム活躍しよう。投げました、打ちました。オッケー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 。あとはトリフだな。トリフがヒット打てば三大チーム全ヒットだ。世界を知るトリオ、ボディ。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。ショートから2塁送球、セカンドホースアウト。じゃない、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。8回、イーグルス。まだいけますね、攻め的には。バッターはバントの名手、藤田。投げました、打った、これは強烈、ライト。うわー、打ったバッター1塁蹴って2塁へ。いや、素晴らしい、ナイスフォローだ。打ったバッター1塁、考えろよ。
クイズは来られたらしょうがないって考えるか。向こうが一発溜まってんだよね。で今こっちも溜まってるけど、ぶつけても負けるレベルで負けてしまうでしょ。浅村選手か。いや打点上げてるよね今日ね。投手交代はない、する方がしんどくなるのは分かってる。で残ってる武器が集中でしょ。何ができる。何ができる考えろ。まあ、マジで考えろ。本当に勝つことだけを考えて。さあ集中して三振挑みます。第4球を投げました。ダーク勝ち越しのシーンを。ジャバリフラッシュ。投球これから5球目。打ちました。コーメルバック掴みました。よし。これでワンアウト。一発使ってくんなよマジで。マジで使ってくんなよ。もうじゃ攻撃に使うしかない。オッケー。これは内野。いや踏ん張ってるマジ踏ん張ってる。落下点に入った。取りました。いや浅村選手すげえな。ツーアウト。ランナーは二塁変わりません。次の球がラストボール。打ちました。いやこれは変われない。肩いいな。いや打たれてんだよな今日な。1本打たれてんだっけ、はい、2本も打たれてんのか。左弱いんだけどな田中くんな。うん、ごめん、出したい。最終回だ、出す。カニザレス、ピッチャー交代です、ま、思い出作ってこい、イジリ。第1部の第5球、投げた、打った、レフトへ持っていった。どんまい、イジリ、しょうがない。中継、イーグルス、さらに1点追加、4対2。では改めて、うわー、やらしい。本当にやらしい。勝負に出ます。気に入らない。あー気に入らない。センターへ上がった。オッケー。スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして4対2。こっから5対4で勝つのがうちなんだよ。さあいよいよ9回に入ります。また一発から。バッターは世界を。さあここで監督は勝負。えっとこい。第9投げた、打ちました。初球田畑キャプテン構えてろよ。噛んだ。一塁送球。ツーアウトになった時点出すからな。その時のバッターが誰であろうが。バッター男エマーソン。第3球を投げた。外のボール落ちねえか。田中余裕があります。掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッター恐怖のバックスクリーン男カニザレス、最後のバッターになるのか。はい、バッターは夜のキャプテン清原。スタンドからは必死の声援が続いています。清原背番号7。投げました。会心の当たり。いや終わらせてよかったんだよキャプテンキャプテン終わらせてよかったんだよ。普通に仕事しちゃったものキャプテン。そうじゃないんだよなキャプテンな。大蔵遠くにいない。遠くにいねえな、うん、加藤さん行くか。大蔵、はい、遊び始めたぞ俺。投入です。ビーティ一塁に入りました。第9初球を打ちました。ワンバウンド。終わってないぞ。ビーティー一気に三塁へ。ホームランで同点だ。ナイスバッティングです。初安打。則本降板。バッターは7番ホーキンス。誰かいないか、誰か面白いやついねえか。ホーキンスでも全然いいけども誰か面白いやつ見とくか。セスナ期待してる。代打はセスナ。フルスイングいくぞ。対決に集中。一発ぶちかましてこい。第2球投げました。高め。い
優しい。試合終了。お疲れ様でした。敗れました。試合終了でございます。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。ま、勝ちきれないところが、まあ第1部としては、うん。まあ第1部のそのチームカニザレスのらしさが出たのかなと思います。なんか今可愛い顔がノリノリになってたね。はい、うちから誰か選ばれないかな。野手だったら可能性はあると思うんだよな。来た、まさかのまさかの守備面でも。よし、じゃあ、日程表スキップしますか。まあ成長あり楽しみですよね。今さっきあのちょっとパパッとあの年齢とか見てたんですけど、若い選手もうちにはいるんですよ。まあもちろんベテランも多いチームであるんですけども、なんでしょうね、結構若手中堅ベテランってうまいこと散ってるかなって気はするんですよね、この人数でやってる割には。まあただそうだね、第2部若手中心だけでやるとかってのはしたくないかな。若手の成長枠、まあ即戦力としてまあ中堅ベテランを取ったりとか、うまいことちょっとそのバランスよくやっていきたいですよね。でまあ基本的にはシーズン後半はスキップみたいな。おお、なんかごめん全然順位見てなかったけど6位だわ、強いよ。うちチーム防御率はどうなったんでしょうね。いじり腕立てしてる、似合わないもんな。やっぱあれだね、顔を変えておくといいね、覚えやすい。おーおーおーおお、でもなんやかんやでもうちょっとで4点台だもんね。結構いいとこで落ち着いてんじゃんいいとこで落ち着いてるよね。落ち着いてるよ、全然落ち着いてる。2割7分、いいですね。やっぱうち一番ホームラン打ってるんだ、すごいじゃんすごいじゃん、マジで。まあね、ギダが少ないのはまあ全然いいんですけども、いいね。ちょっと楽しみですね。まあちょここら辺はねもうしょうがないんだよ、入れないのはもう分かってる。投球イニング、あそっか、もう入れないか。登板数とかなら入れるかな。あ、イジリー活躍してる、頑張ってるね、よかったよかった。ビーティ働きすぎ、いやうち働きすぎめっちゃ働いてんじゃんみんな。いやなんかうち本当に DH あったってぐらいだもんねうちだけ DH なかったんじゃないかってぐらいみんな出てるもんな。まあ、ちょっとなんか本当なんかざっくりと見ていく感じですけども、まあはい、野手ですよね、ちょっと楽しみなのは。
いや、まあまあまあ、首位打者はいい、首位打者はいい、首位打者はいい、もうしょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。いや、まあ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 、秋山選手がすごいんだな。まあそれは分かった。ここですよ、ここです、ホームランですよ。はい、あ、そう、打点ですよ、打点。あ、そうもうなんもないぞ、もうなんもないぞ。あ、犠牲フライなんてのは、あ、はい、そう、ゲッツーなんてのは、あ、それすら取れない。うん、おかわりくん盗塁2してるんだね。なんかない、なんもないなんもない、なんもない。なんもなかったな。一生懸命やってたんだけどな。なんもないですね。まあ年間表彰式いきましょうか。ごめん、戦力、能力判明してるよね、もうね。今見とくわ。トリュフいいじゃん、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 いいじゃん。ねえ、ちょっと厳しいですね、コウメルね。あとセスナは、うん、まあ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 、うん、あと投手陣も何人か、バッカスとかか、こんなもんか。え、あと誰かいなかった、判明してないの、イジリとか。え、誰だろう、ニコルソン。まあ、はい、こんな感じでした。何か取れるか。ああ、ベストナイン、キャビア入った。いや、まあしょうがないですね。なんかカタカナの名前見ると全員うちのチームに思えてくる。いや、何も取れんか。何か打撃面は取りたかったな。終了します。はい、お疲れ様でした。第1部終了でございます。これは何をもって彼らが出てるのか分かんないけど、あれなのかな、うちの主戦力が出てる感じなのかな。なんかかっこいいねみんなかっこよく見えてくるね。お疲れ様でした。アレンジチーム書き出しでいいのかな。一部アレンジチームに引き継がれないデータがあります。何のことなんでしょうか。ここに重ねちゃっていいかな。あ、そういうことか。よく分かってないから14番にセーブしておきます。はい、これで OK ですね。これで第2部ができるということだな、きっとな。一応怖いからセーブもしとくかな。まあいいや、終わるか。はい、ということで明日から第2部なんですけども、ちょっとね、明日ね、俺病院行かなきゃいけないんですよね。なんでもしかしたらちょっと動画撮れないかもしれない。まあ遅くても明後日には、アップしたいと思ってます。よろしくお願いします。次から第2部ですね、成長ありでやっていきましょう。終わり、バイバイ。